はい、えー、こんばんはあきらです今日はですねきっとうまくいくメモチェ10のコツというテーマでお話をしていきたいと思います関東系の日能研の6年生には書き講習からメモリーチェックという暗記用のテキストを配布して暗記ものを仕上げていきます分量が多いものですから計画的にやらないと気がつくと大きな差がついてしまいますメモリーチェックが配布されない地域では書きテキストと置き換えて聞いてみてください この夏休みにメモリーチェックを上手に使いこなすコツを、先輩たちのメモチを紹介しながら解説をしていきます。後半では、上位制向けのとっておきのコツを紹介しています。どうか最後までご覧になってください。また、私のチャンネルでは中学受験のヒントになるような動画をアップしています。興味のある方は、ぜひこちらもご覧になってください。 ここ最近は定期的にアップするようにしていますので最新情報を見逃さないように登録をよろしくお願いしますメモチェイコールメモリーチェック社会の使い方教室によって配布時期はまちまちです教室の指示に従ってください6年生以外の方で社会を強化したい人は2020年版をご購入ください社会は毎年改定していますはい、え一、ー、つ目ですねまずカバーを外しましょう 使い込んでなんぼです。カバーがない方が手に馴染みます。はい、えー、2つ目ですね。付箋などを使っていろいろ書き込みしましょう。1日2単元で夏休み中で1週終了です。今年は夏休みが短いので、もう少しスローペースでもいいかもしれません。学校がある日は1ページでもいいかもしれません。他教科もやるべきことがあるので、メモ帳に偏らないように注意しましょう。 メモチはハマると楽しくなるのでやりすぎに注意してくださいはいえ3つ目忘れていいんです忘れて覚えての繰り返しで記憶が強化されます忘れていることをチェックすなわち自覚すればいいんですはいえ4つ目暗記のコツは五感をフル動員すること書く、読む、それを自分の耳で聞くのは大切ですどうしても覚えられないものはレポート用紙に書き出して部屋に貼り出しましょう おうちの人と問題の出し合いっこをするなども有効です、はいえー、メモリーチェック理科の使い方配布時期は教室によって異なります教室の指示に従ってくださいはい、えー、5番目ですね進め方は先生の指示に従ってください A パターンは1番目から順番にやる方法 B パターンは下記テキストの順番にのっとる方法ですこの2パターンがあります理科に自信あり または M クラスの生徒は A パターンをお勧めします。はい、A6 番目。コピーを活用しましょう。本科テキストの図を縮小コピーして貼っています。時は金なり。作業と勉強の線引きをする時期です。縮小コピー、または複合プリンターでも代用化です。これは強力な文明の利器です。テキストの気になったところは縮小コピーして貼っておくと後で見返す時に便利です。理科については、 5年の本家テキストの方が解説が詳しいこともあります説明が欲しいときは5年のテキストを引っ張り出しましょうはいもう一度丸 ② ですね付箋を利用する社会同様付箋はいいですよね付箋も有効です覚えたら剥がせるのもいいですよねはい7番目テキパキ進む暗記で大切なのはインプットだけではありませんアウトプットつまり どれだけ早く頭の引き出しを開けて答えを出せるかですこの引き出しを開けるスピードを早める勉強がメモチェなのですだからモタモタしないでテキパキ進むのがコツですはい、A、8番目進捗チェックをシールでする私の教室では進捗チェックのシールコーナーがありますご家庭でも1ページ終了したら端末の達成シートにシールを貼るなど 続ける仕掛けを作ってみてはどうでしょうか子供とシールの相性は抜群です今の時期は早く貼りたいと子供たちが言っていますただしそのうち飽きてきますはい、えー、ここから上級者向けのアドバイスになります、えー、9つ目翌日に前日の誤答問題を振り返る直しノートを作るメモ帳の使用目的は字の孤独メモリーチェック 自分が記憶しているものと曖昧なものを仕分けすることですただ仕分けしただけでは点数に結びつきません通常の使用法では1週目は記憶の仕分けでいいと思いますが上級者は1週目からインプットもしたいものですそこでおすすめの勉強法ですノートに丸バツをつける以外にメモ帳本体にも間違えた問題に印を付けます写真だと1回目ミスは丸印 2回目ミスだと0点をつけています書き講習中では1日2単元が標準的なノルマかと思いますがそのノルマをこなすのとは別に前日の単元で間違えたものをもう一度やってみます前日にメモ帳に印をつけた部分です翌日にもできなかったものはその次の日にもやってみましょう2日連続でできないものは別に抽出して集中して暗記しましょう 方法はカードやレポート用紙にまとめるのがいいでしょう。できればその際の直し専用ノートを用意しましょう。タイトルをテプラで作るのもおすすめです。はい、えー、最後10番目ですね。折れ線グラフでコンディション、苦手単元を見える化する。メモ帳の一周目できることは他にもあります。振り返ったときにどの単元が苦手なのか。 入試直前に最も力を入れるべき単元はどこか確認するために今から仕込んでおくことができます例えば Excel でグラフにしてみてはどうでしょうかそのページの問題数が分母で正解数が分子ですタイトルを2つ書いています大きなタイトル小さなタイトルです Excel で作っていれば小単元での苦手分野のあぶり出しのみならず中単元での苦手分野のあぶり出しも可能です 例としては大単単単元元元ががが中農業、小単元が灌漑用水などです。今回私が作った社会と理科のグラフのひな型をです、ね、概要欄にリンクを貼っておきますのでどうかダウンロードして使ってみてください,、はい。おまけですね。すぐにできるメモチェの便利技その他としてメモチェにまつわるハックいわゆる便利技を一つ紹介しておきます。 えそれだけと思われるかもしれませんがハックとはそういうものだと思いますメモチェと回答とと答ノートを輪ゴムででまとめておくのです子どもたちは勉強道具がたくさんありますから種類ごとにまとめておくとそれだけで勉強がはかどります勉強の始めが物探しで始まっている人はぜひ参考にしてください私の場合は算数もテキストと回答ノートを輪ゴムでまとめておきます輪ゴムが抵抗ある方は紙止め用のゴムでもいいと思います 少ししますが100均やコンビニで手に入ります。2年生から6年生のテキストがごちゃごちゃになってしまうんです。しかも学年によって3種類あります。はいでは今日のまとめをしたいと思います。1つ目、カバーを外す。まあ、ここは好みがあると思いますが、私はカバーを外して使っています。2つ目、付箋などを使っていろいろ書き込む。まあ、付箋はですね、本当に勉強に有効に役立ちますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。 えー、3つ目、忘れていい。この忘れていいっていうふうに思うと気が楽になります。忘れることによって覚えるんです。4つ目、暗記のコツは五感をフル動員すること。まあ、必ず書いてみる。まあ、家であれば声に出してみる、えー。そういったことが必要だと思います。5つ目、進め方は先生の指示に従う。はいえー、6つ目ですね、コピーを活用する。 自分で書き込むでもいいですがコピーして貼るっていう方が時間的にですね効率がいいと思います7番目テキパキ進む、まあ、メモチェのコツは覚えて忘れての繰り返しですから1ページあたりですね本当に23分多くても5分ぐらいにするといいと思います8番目進捗チェックをシールでする一、まあ、冊本を仕上げるっていうのは本当に大変です ですからその達成感を少しでも味わうために、えー、シールで進捗チェックをぜひしてみてください。9つ目翌日に前日の五答問題を振り返る、まあ、これは上位者向けになりますけどもこれをやると、えー、記憶が強化されます10番目折れ線グラフで見える化する、えー、こちらですね、えー、親御さんの協力が必要になりますが2周目3周目した時に自分の弱点が見える化します。 ぜひですね、えー、お試しください、えー、おまけとしてメモ帳と回答とノートを輪ゴムでまとめる以上になりますいつもいいねとチャンネル登録ありがとうございます今後も頑張って成績アップに役に立つ情報を配信していきますのでぜひ応援よろしくお願いします